今日は全国的に急な雨に注意が必要です。まず上空5500メートルの気温の状況を見ていきますと、この季節にしてはかなり強い寒気が日本上空に居座っているといった状況になります。この寒気によって大気の状態が不安定となり、各地で特に午後はにわか雨降りやすい状況となっています。降水予想を見ていきますと、お昼頃から各地でまずは内陸部、山間部中心に不安定な状況、雨雲が発生しやすくなります。午後になりますとかなり広い範囲で、雷雨の恐れがありますので、雨具必要な状況ということになります。ということで、傘マップを見ていきますと、ほとんどこの 水色折りたたみ傘ということになりますが、現在雨が降っていないところでも特に午後は急に雨が降ってくるということが考えられます。このように雨具を持ってお出かけいただきたいと思います。